懐かしいと思っちょる場合じゃないが、思ったよりは町の様相も変わっちょらんな。サビルバラさんのお家も。いや、わしの生家は山向こうの村にあるぜよ。妖刀絡みで何かとやりとりがあったんで、この町さ行くとするぜよ。罪人連れは目立って仕方ない気に。見えてきた。あそこが妖刀研究を続ける呪術師の家。わあ、立派なお屋敷ですね。島のあれこれを取りまとめちょるのがあの家でな。まあ名家っちゅうやつぜよ。サビルバラ長老、よく無事に戻ってきた。手紙にあった例の男がそこにいるものか。ああそうだ。妖刀の侵食が深いな。末期症状と見られる。まともな応答も望めまい。末期、なんとも言い難いものだな。我々にとってはいくら憎んでも足りない相手だというのに。これでは。リュミエール聖騎士団にこいつの身柄を引き渡すので捕らえておきたいんだが。ああそうだったな。牢に入れておくのがいいだろう。牢屋？なんだってそんなもんがあるんだ。当家は古くより妖刀の封印術を伝えながら妖刀そのものの研究を進めてきた。妖刀に見入られ災禍をもたらす者から妖刀を奪取し重複することも役割の一つと心得てな。侵食が浅いうちに妖刀を手放させた者に正気を取り戻させるため牢に捕らえることもあったという。そうなのか。長老、こいつがどうしても我が家の妖刀を手放せばどうにかできんじゃろうか。妖刀への固執が最後に残るものは珍しくない。一族の術が役に立とうが、まずは中へ入りなさい。あ、そうですね。まずはあの男を捕らえ運んできてくれたことに私からも礼を申し上げる。菊牛殿。そんな、頭を上げてください。長老さん、一緒に旅をしているサビルバラさんのお手伝いを少ししただけですから。そうですよね。恩に着よう菊牛殿。ああ、もてなしが遅れてしまい申し訳ない。今茶を運ばせよう。どうやってあの男に妖刀を手放させるか。それを語るには妖刀というものがどんな性質を持つかを話しておかねばなるまい。妖刀というものがどのようにして作られたかは今となっては定かではない。だが妖刀には一様にその力の源となる何かが宿っているのだ。何かですか？そうだ。果たしてそれが一体何なのか、長年の研究でも判明していない。確かなのは、妖刀一振りに一つ何かが封じ込まれ、その力によって妖刀の性質が決まる。妖刀の性質？妖刀は持ち主の心身を侵食して活性化することで、一振りごとに異なる力を発揮するのだ。身体の強化を基本として相手をひるませる威圧を発する。切った場所から体を腐らせる。いずれも恐ろしい力ばかりだ。星の民に対抗するためにはそれでも足りなかったのかもしれぬがな。我が家の妖刀は切れば切るほど切れ味が増すっちゅう一振りだったぜよ。妖刀って名前にふさわしいな。我々は妖刀を無力化するために力
の源たる何かを妖刀から抽出できないか研究してきた。未だ何かそのものを抜き出すには至っていないが、何かが妖刀を握る者に影響を与え、狂わせ支配下に置くため植え付ける何かの断片ならば抽出できる。あの男からも何かの断片を抜き出してしまえば、何かの影響で発揮している怪力も収まることだろう。妖刀の中の何か、持ち主を侵食する何かの断片、初めて聞く話ばかりぜよ。お主の一族は妖刀を用いて戦う術を伝えてきた。そこに妖刀の由来などは必要あるまい。それでよかったのだ。それでよかったのは、おそらく流派が生まれた時代、白雨戦争の時代のみぜよ。戦が終わった後、なぜわしの一族は妖刀も流派も手放すことができなかったのか。知事氏、もっと早く妖刀を手放すと決めていれば、あんなことには。サビルバラさん。今さらだ、サビルバラ。今だからこそ言えるが、故に役体もない。そうだな。あの、長老さん、コルベルさんから妖刀の力で強くなっている腕の力とかは元に。妖刀からの影響を取り除くのと同義だからな。だったら、あの、今のコルベルさんはお話をするのも難しいですけど、何かの断片さえなくなれば元のコルベルさんに戻れるんでしょうか。残念だが、そうはならんのだ。何かの断片を抽出すれば、以降妖刀の影響を受けることはない。だが、すでに影響を受けたことで変質してしまった部分は元に戻りはせぬ。それじゃあ。そうだ。あのカラクラキルさんは。同じことだ。あの子が屋敷を飛び出してから幾度妖刀を鞘から抜いたかはわからぬ。だが、封印してある妖刀ならともかく、すぐに使える状態で携帯しているのなら、鞘から抜かずとも徐々に侵食を受ける。もうあれから随分と時が過ぎた。わしはクラーバラを守ることもできず、あげく傷にかまけて気を失い、カラクラキルも行かせてしまった。二人ともだ。二人ともわしが殺したようなもんぜよ。待ってくれよ。まだあのカラクラキルって兄ちゃんが元に戻れねえくらいに妖刀に侵食されてるかわかんねえだろ。そんな諦めた顔しねえでくれよ。ビー、まだ間に合うかもしれません。それで何かの断片をカラクラキルさんから抽出して、そう思いますよね団長。そうだな、御師たちの言う通りぜよ。だがカラクラキル、寝ちまおうぜ。どうしたんだルリア。はい。なんだよ、そわそわしちまって。うまく説明できないんですけど、このお屋敷すごくたくさんの気配というか視線というか息を潜めて、でもざわめいていて、近くのような少し離れているような。え
怖いこと言うなよ。怖いとまではいかないですけど、やっぱり不気味で。お化けでも出るんじゃねえだろうな。だってこの部屋に案内してもらう間、屋敷にそんなにたくさん人がいるように見えなかっただろう。そういえば、あのこっちのお布団と私のお布団くっつけてもいいですか？おいら同じ布団に入るぜ。ずるいです、 B さん。団長。